こんにちは、クリッカークランです。2019年5月30日に公開されたレクサス RX のマイナーチェンジモデル。ここでは好評だったというインテリアについてご紹介します。定評ある質感の高さはそのままに、ナビゲーションのタッチディスプレイ化や USB ソケットの増設、スマートフォン収納箇所の追加、タッチパッド式リモートタッチの採用など、さらなる利便性の向上が図られています。また人気の3列シート車 HI グレードのサードシートが改良され、2種類のシートポジションを設定、足元の空間を広げたポジションとラゲッジスペースを重視したポジションをシーンに合わせて選択可能になり、居住性、積載性が高まっています。さらに3列シート車の2列目シートにキャプテンシートを追加することで、ゆったりとした快適なキャビンを得たとしています。マルチメディアシステムは新たにタッチディスプレイを採用するとともに、スマートフォン連動機能に対応し、 Apple CarPlay、Android Auto、Baidu CarLife などのアプリを音声で操作できるようになるなど、操作性も向上。安全面では世界初のブレードスキャン式 AHS アダプティブハイビームシステムのほかに、予防安全パッケージレクサスセーフティシステムプラスの機能もさらに進化しています。従来のレクサスセーフティシステムプラスに採用されている単眼カメラプラスミリ波レーダーの構成はそのままに、交通事故や事故死傷者のさらなる低減とドライバーの負担軽減を目指したそう。また運転支援時にドライバーにとって自然で安心感のある車両挙動を追求。レクサスセーフティシステムプラスには単眼カメラとミリ波レーダーの性能向上により、昼間の自転車運転者や夜間の歩行者も検知可能なプリクラッシュセーフティ、自動車専用道路などで設定された速度内で前走車との距離を一定になるよう加減速制御するレーダークルーズコントロール、同一車線内中央を走行できるよう操舵を支援する高度運転支援機能レーントレーシングアシスト LTA をはじめ、先行車や対向車を減枠しないようハイビームの照射を制御するアダプティブハイビームシステム AHS、 単眼カメラで主要な道路標識を読み取り、メーターとヘッドアップディスプレイ内に表示するロードサインアシスト RSA が用意されています。